月商10万円ぐらい、もうそこに行くぐらいまで行っちゃったんですね。まあ、わよくは未払いになりそうな、生活がもうままならない。で、自分の取り分がない。取り分ってか言っちゃうとあれですけども。よくやってたなと思いますね。明日の練習とか、まあ、指導的な部分の話になるんですけど、はい、こう少し前までは結構こう、まあ、暴力なのか来すぎた指導がこうあったりとか、長谷川さんのなんか昔なんかどういったこう指導スタイルで指導されたのとか、そういった記憶ってありますか？結構自分指導者の方に恵まれて、結構サッカーであんまり怒られたことがないんですよね。でも基本的にサッカーで切り替えが遅いとか、なんかそういうぐらいだったんですよね。厳しいことっていうのはあんまなかったんですよね。なんですごい恵まれているなというふうに思っていて、で周りから聞くとそんなことあんのみたいなこんなことあったんだみたいなって感じでいて、昔の、そういったなんていうんですかね、こう厳しいことをの話を聞くとちょっとやりすぎかなっていうふうに思うところもありますし、最近は最近で優しすぎるんじゃないかとか、なんかそういった部分ももちろん出てくる中で、まあ、間ぐらいがちょうどいいのかなと思いますけどね。やっぱりなんかやっぱバランスかなと思って、で結局なんかこうその選手のことをの成長だったり、この選手をこう導きたいっていう思いでやっているものであれば多少厳しいことを言ってもいいと思うんですけども、なんかこちらの感情とか気分で物事を言ってしまうとそれは良くないかなって思いますね。ちなみにあの前回インタビューさせてもらった岡田さんは、はい、まあ、殴られた方がいいみたいな感じで言ってました。昔そういった教育を受けたみたいで、走るか殴られるかだったら、走るの疲れるから殴ってもらった方がいいみたいなまあ、もちろんね、そこには愛だったりとか、その人を本当に思ってそういったことをやってるのかがすごく大事だって思います。いやもうあの罰ゲームも、はい、例えばもう例えば100周とか言ってもうきついじゃないですかだったらそれ体力つくから、むしろ罰ゲームって言い方を変えたりとか、あ、まあ、自分の知り合いとかハッピートレーニングって言うんですけど、あ、だってこれやったら強くなるじゃんみたいな、はい、その捉え方を変えてあげたりとか、罰ゲームって言われてるものを少しその成長するための何かのメニューにするとかにした方がいいなって思いますね。やっぱそのでも多少厳しくないといけないというか、こう逆にこう話を聞いてないとか、そういう子ってやっぱ今って言い方があるかもしれないですけども、どうしてもまあ多分いろんな情報があるんで、なんか結構こう目がこうここら辺にあったりとかするとね、こうやって喋れなくてこうやって目が合わせるっていうのがね、おーいとかやってやるんですよ。あ、わかります。はい、サッカーもそうですけど、バスケもそうですし、やっぱこう上手い人の真似るっていうのはすごい大事だと思うんですよね。でいつも言うんですけど、真似するためにどうするっていうと、やっぱちゃんとよく話聞かなきゃいけないよねって感じで、よく見るっつって、でそれどうする、あとはっつって、でそれで自分でどうやったらできるかなって考えることがすごい大事なんだよねみたいな話をするんですよ。でも結構やっぱ今目が合わなくて聞いてない子が多いから、やっぱそういったのもったいないなっていう、やっぱその格差っていうのは、人の話を聞く聞かないの格差が結構多くて、昔だったらきっともしかしたら引っ張られるかもしれないですし、でも今だとコーチたちの根気は必要になるかもしれないですね。やっぱりだからしっかりとした基準を設けて、厳しい時には厳しいけど、まあ、要は良い悪いをしっかりとはっきり伝えていかないとぼやーっとしちゃうんで、力量っていうかコーチのそこら辺の部分って大変だなっていうのは感じますね。やっぱ話聞けない子って絶対いると思うんですけど、なんか長谷川さん流で、うん、なんかこういうことやるといいよみたいな、そういう話だったり、あの以前友人に聞いた、あの子供と接してる、あの職業をされてる友人に聞いた時に、そういえば昨日アンパンマン見たとかって言うんですよ。そうするとうんってなってまず要は話聞いてじゃない、このでも目ちゃんと見てくれるみたいななるじゃないですか。そういうのは意識したり、あとやっぱ聞くのが得意なこと、見るのが得意なことがもういっぱいいると思うんで、見るのか触るのか、触るっていうかその足、例えば足をこうやって振るんだよとかっていう時にやるのか、あとはその見せてあげるのがいいのかとか、いろんなそのいろんな視点から伝えるようにしていて、
そうですね、そこら辺はすごい意識しますね。あとはもうあのクイズを出しちゃいます。これとこれだったらどっちが良さそうみたいな感じで、中途まで行くときにこっちとこっちだとどっちが早いと思うとかで、1番だと思う人みたいな感じでやると2番みたいな感じでやって聞いたり、3番他にない、なんか違うアイディアないかなとか、逆にこのそういったのを入れたりとかして子供たちの意見を引き出すっていうのはよく意識してやったりしますね。なんかやっぱそういう参加型じゃないと面白くないじゃないですか。そうですね、はい、どっちかというと自分はその厳しいのを経験したことないんで、より楽しくでもこだわってやるスタンスを取るようには心がけてますね。ちょっとここからはあのちょっとはなんか楽しい話なんですけど、はい、よかったです。まあサッカーですねのなんかスポーツあるあるみたいなもしあったらちょっとお聞きしたいなと思ってまして。そうですね、キャプテン翼がやっぱ好きで、キャプテン翼以外の漫画もそうなんですけども、やっぱ人混みをこうすり抜けるのがまず一つと、あとは階段、これ走っちゃいけないんですけど、昔子供の時は階段を一段飛ばしで左右にステップ見ながらスススス、こうジグザグに行くっていう重心移動のやつをよくやってましたね。あとはこれもあんまよくないかもしれない、傘でやっぱあのちょっとちょんちょんって足でなんかやるんですけど、あ、はい、まあ、今で言うとエラシコっていう、あのアウトサイドインサイドっていうのをパンパンってやる、なんかロナウジーニョとかネイマール選手とかがやっぱやるようなあの技なんですけど、それをこう傘でパパってやったりとか、これも前にやってトントンってやってますね。それこそ人混みあるあるは、あの岡田さん、バスケの岡田さんもお話ししてたんで、やっぱり必ずやりますね。あれそうなんですね。どうしてもなんか体が動いちゃうというか、そうじゃ、相手のやっぱ重心を見ながらこうやって動くんで、こうやって動きてる時にやっぱこっち行っちゃうとぶつかっちゃうんで、これを逆に行くっていうのが、はい、まっすぐなまだいいんですけど、その距離感とかやっぱすごいこう、それはまあ身につける、まあ、一つのきっかけになりますし、ただあの人に迷惑かかっちゃうんで気をつけないとダメですね。じゃあちょっと最後のお話です。思いを大事にこうできるこのサッカー、今まで携わってきた活動のなんか魅力っていうのは何だったのかなっていうところですか。そうですね、サッカーか、まあ、ゴールがすごいこう決まる瞬間っていうのは本当に大きな感動だったりとか、自分自身も自信になりますし、すごいこう楽しいというか、あの感覚が忘れられないんですよね。ゴールに入った瞬間の時とか、あのみんなあの歓喜がバーっていう時とかもすごい忘れないので、そういったところもすごいあのサッカーの魅力が多くありますし、やっぱ仲間とこうあの仲間が多くできる、あと仲間とこうタイミングを合わせたり意見を合わせたり、やっぱそういったところがすごいあった時の楽しみ、やっぱこう本当にサッカーのそういった時にこう楽しさをすごい感じるんですよね。ちょっとあれかもしれないですけど、まあ、人生と似てるじゃないですけども、やっぱ切り替えてボール取り返せばいいですし、仲間がそれをカバーできますし、なのでこう点を取られても取り返せますし、なんかそのうまくいかなかった時に次のプレーをやっぱこう取り返すことができるっていうのが、まあ、サッカーの良さだなと思うので、やっぱこういろんな正解があるんですね、サッカーには。でそれを仲間と合わせていろんな正解を導いていくっていうのがすごい楽しいので、本当にこう一つの正解だけじゃないっていう感じがすごい楽しいのかなっていう感じますね。すごい、サッカーじゃなんか人生の縮図みたいな感じで、はい、まあ、あのこうやって生きろっていうわけじゃないじゃないですか、はいはいはい、いろんな人がいていろんな人と一緒にこう答え合わせをしていく、答えを合わせていって、それ何かのこの形を作っていく、それってすごい似てるなっていうのはちょっと感じますね。サッカーやりたくなりました。でもちょっとやっぱ足でやるんでやっぱ難しいですね。いや難しいなって本当に最近引退してサッカーやってないんですけど、やっぱ久しぶりにやると難しいなって思います。はい、全然やっぱ変わりますからね、はい、よくやってたなと思いますね。引き続き頑張っていただければと思います。はい、はい、本日はお時間取りました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご飯続き